はい、お疲れ様です。マッピーです。960ポイントからシーズンマッチやっていきましょう。前回10日のヘスティア使って、ちょっとポイント持ったのに、負けました。というのも、進化のヘスティア使ってて、なんか10日より進化の方が強いみたいな話はしたと思うんですけど、むしろなんか10日はあんま強くないよみたいな。で、結局進化使って、ポイント落ちてるあたりどうなんだっていうところなんですけど、これはね、もう分かった。俺に合ってない、このコマ。進化のヘスティアなんですけども、性能見ていきましょう。まあ実際ね、こっちの方が強いとは思います。で、その発動条件がまごま6枚以上かつリーダーで盤面に置いた時ですね。で手駒に戻るっていうスキルなんですけども、2ターンの間雷撃打ってで相手にひっくり返されると手駒に戻ると。でコンボが自キャラ依存で7役の特殊ダメージ最大4000ということなので、まあ、リーダーで使うにおいてね、レビアタンみたいな感じの、運用の仕方になるわけですよ。手駒に戻るってことなので、それを意識してね、ちゃんとデッキをね、組んではきました。はい。これ、紙デッキなんですけど、組もうと思えばね、マデッキでもいける。ファビオとかマイティとかも入れられるんですけど、俺、マデッキ下手くそなんで、紙にしました。なんか最近アポロンとか使ってて全然勝てないけど、ヒプノスだったら勝てるみたいな現象があるんで、ちょっと自分はこっちにしようかなってことで、組んできました。で、S駒に関しては、気境を入れて、A駒にも夏バラ入れて、召喚を意識してますね。召喚することによって、ヘスティアのコンボスキルが強くなるんでっていう感じで、このデッキ組んできました。ということで、やっていきましょう。でポイント落ちてる理由なんですけど、このデッキ俺に合ってない。やっぱね手駒が回らないっていうのが本当に辛くて、けどとりあえず運用の仕方っていうのはだんだんちょっと身についてきたので、こっからバチボコにボコボコにボコボコのコボコボのあれにしていくんでよろしくお願いします。はい、ちょっと水飲みます。うまっちょっと待ってですよね。あれつきましたね。これもうブリンクゲーミングするしかないですよ。てか相性悪くねこれ。やばいっすね。アレスはちょっとやばくないですか。重い。でもルキア引いてるの素晴らしい。で、これ仕打ち一択ですね。引き見てから。きょいいやー、これか。ナビなし打ち。で、もうこれブリンクゲーミングです。もう毎ターン雷撃放ちましょう。はい、雷撃だったらマディス・マディンとか来なけどそんな引かれてやんの。まあしょうがないですね。よいしょ、いらっしゃいっていうか誰もいらっしゃらない。ブリンク最悪終わったか。それもうリペアされると正直俺火力足りないんですよね。このデッキ火力出ないんでちょっとこれ終わったかもしれないですね。マッピーが一応終了のお知らせこれちょっと終了のお知らせかもしれないですね。まあ行くしかないですね。とりあえずリーヤきついね。 C6 アレス打たれたとしたらエンデが捨てればワンチャンあるけど、ここをさすがに打たないか。いやでもきついきついですね。これしょっぱなこんなきつい相手来るんですね。これきついですね。とりあえずここリッチで発動はしない。1枚罠の可能性もありますが踏み罠の可能性も残ってるか。でもこれワンいや閻魔大王控えてる以上ちょっと厳しいですね。厳しいってか察しの通りちょっと今夜中に撮ってるんで声のトーンを落としてますすいませんちょっと待って、これは待ってよペアがあれでちょっと考えます。仮に出がを捨てる、いやこれ出が捨てっすね。これワンチャンあるかもしれないですね。これ火ダメ相当抑えられますね。あとは4ダメが足りるかどうかですね。いやこれワンチャン出てきた。待ってこれいやでもラヌが持ってたらラヌが打つよね。いやどうだろう。ラヌがっすね。もうラヌがさえなければほらでここ夏ブラ行きたいっすね。夏ブラ気境これ気境パイセンもあるな。夏ブラってくないでしょ。大丈夫、これ夏ブラでいいです。発動しない。これはワンチャンあるな。リリーシャも打たれてない。ワンチャンある。待って、ただこのワンチャンあるって言ったら隣に聞かれる。やばい、俺隣にワンチャンあるっていう言葉録音されたんで、これリアルな話です、本当に。これ D5 打ったらダブコンなんですけど、ただこれ E6 打たれて、あれになっちゃう。待ってよ、D5。これ、難しいな。左下 X って B4 打たれて、でもこれ X でいいですね。もう召喚するタイミングここしかないですね、今日。多分こうあれ多分特殊罠ですよね。で、あと、こいつのコンボ。ヘスティアのコンボも強くなってって、で、ビヨンタらダブコン、今もダブコン。ただ特殊罠重いっすね。いや、いけるいけるいける。ここ次第だ、相手のここ次第ですね。おお、待って、今、右下の罠何やったっけ？あかん、覚えてへんわ。あ、でも、待ってください。これ、閻魔大王リペアしてないですね。なので、これ、守護者でいいですね。よし、ワンチャン。オッケー、マイティー。よしよし。オッケー、ワンチャンある。いや、ダメだ。こういうのことも抑えろ。俺、隣にワンチャンあるっていう言葉を録音されているんだ。お前、またワンチャンあるとか言ってんのかって思われる。それダメだ。待って、ここルキアでいいですよね。ちょっと待ってください。あ、ちょっと。ルキア打って2300削って。あ、でもこれカード打たれる。いや、ビナのコンボがあるか。いや、ワンチャンある。いや、ルキア。リリーシャ来なければ。オッケー。で、発動する。で、カード打ってもビナのコンボがあって、ビナコンボでいけるはず。リリーシャ来んなよ。元から持ってる。バイセ来い。エンデガとかバイダーや、なんかそういう。よし。あ、待って、これ、そこ打たれるともしかして。あ、これ足りない？もしかして。あー、足りねえか。うわ、足んねえのか、忘れてた、そこ。いや、でも相手フィニッシャー切ったよね。だから、ここでいいですよ。フィニッシャー出てきましたもんね。もうこれで大丈夫ですよね。ダブル、もう S も全部見えてますもんね。大丈夫ですよね。イグナスとか、イグナス持ってたらイグナス出ますよね。大丈夫ですよね。よし。で、ちょっとカメラ、ここ。ちょっと考えます。1500×1.4 倍。なので、150×4。600。耐えれますよね。A2 でいいですよね、これ。A2 でいいですよね。あ、そうか。死に玉虫。いや、これで A2 でいいですね。リリーシャでも、相手されるんで。大丈夫、これリリーター耐えるんで大丈夫です。よしよし。ちょっとごめんなさい。わかんなかった。ちょっと E4、E6 って神だったら死ぬのかなとか、ちょっといろいろごめんなさい。どの計算すればいいかわかんなかった。あ、でも、間違いなく言えるのは、左上回復だとちょっと嫌だなっていうのがあったので、F3 がリリーテーだとしたら耐えれるので、もう打っちゃいました。イベットだとしても耐えれるんで、別に飛ばされることないと思ったんで、これでいいですよね。もう最近罠多すぎて分かんないですね。あぶねえ、勝てたアレスに対して。これ奇跡っすよ。よかった、エンデガ。あれ、エンデガ捨てたのマジでよかった。エンデガを捨てられたのがでかかった。そういうことですかね。あぶねえ。ちょっとこんなね、厳しい、戦いもしたくないですね。はい、お願いします。もうそんな体験してね、アポロン来ましたね。ワンチャンある。来い。お、これ OK 見えた。これ皆さん分かりました。ね、もうさっきもこれ動画撮る前からやってたんだけど、外にこいつ打つで C打ち企業です。皆さんこれ覚えて帰ってください。おっと、そいつは強いですよ。一種系強いよね。コンボスキル本当に強いですね。コンボスキル自ゴマ依存で220って、これ昔の S ゴマのコンボ並みに強いですね。最近コマアップデートされたベガの元のコンボと同じですからね、倍率で言うと。元のコンボですけどね。本当に強くなりましたね。さあ。だからこれ召喚下手くそっすね。なんでそんなとこ召喚したんですか。一番嫌なとこに召喚した。ただこれどうする？もう相手も勘づいても、お、S。そうですか、これ変にしてない。これちょっとゴリ押しいっていいですか、自分。D5 に、D5 ヘスティアいっていいですか。いっていいですか。相手変に引いてないですよね。うん、オッケー。死に玉。あ、でもこれ右下 X 打たれるやんけ。ちょっと下手くそじゃない、この召喚の仕方。でもこれさ、昔似たような打ち方、あれでやってたよね。なんだっけ。あれなんだっけ、ファヌで似たような打ち方してましたよね。覚えてます？発動しないんかい。なんだこの穴。デニアドでもない。マイティでもない。貴様踏みか？二階堂ふみですか。あ、二階堂ふみですね、これ。うん、そうですね。グラキエスじゃないですよね。あ、最近毒のグラキエスなんかも出たんですけど、ちょっとややこしいですね。でもこれつなぎます。あ、待って、ジルジルサンデー。やめて。あ、よかった。ジルジルはほんと怖かった。ジルドレイだったら俺はもう完全に終わってましたね。危ねえ、危ねえ。ちょっと、それはダメっすよ。ダメっす、それ。ちょっと待ってくださいね。これトゥールラ打っていいですね。トゥールラ打って。で、これで、あとは、あれですね、こんだけ HP が残ってるので、ヘスティア打ってハロメで終わらしたいですね。相手トゥールラ打つと、トゥールラのコンボ使うとあれがあれするんで、OK。よしよし。考えます、ここ。B1 でいいですか。B1 打ちましょう。もうトップは何引かなくてもいいんで。よいしょ。1回くれて、3583。で、雷撃が1600出る。3枚返し。大丈夫ですね。これ負けることはもう 100% ないですね。あー、待って、リリーシャが怖くなってきた、急に。食らう。あー、リリーシャが怖くなってきたな。1500、3000、3500、1600。あー、リリーシャが怖いですね。これ、ビナ右 X いっていいですか？うん、ビナ右 X でいいですね。リリーシャじゃなくてもこれ飛ぶんで、ビナだったら。OK。よしよしよし、怖え、あの罠怖え。けどD2 に打ってね、罠すかせたらめちゃめちゃ強かったですね。で、桔梗姫の吸収によって HP が相当高いほど保たれて、で、あとはブリンクの火力、完璧でしたね。これです皆さん。ヘスティアと、この桔梗相性バッチグー、チョベリグです。チョベリグチョベリグ、あー、チョベリグチョベリグ。よし、行きましょう。あーし、ご起業、はい、相手はボルト宅畑千姫。起業刺さりそうですね。よいしょ、ちょっとさあ、暖房をつけて、あ、バイッセですか。初手バイッセ、来撃、どうしようかな。平行なんかもあるんですけど、俺は立って、いや、立てでいいですけど、別にコンボ強いわけじゃないんで、こっちの。ブリンク出して、よしよしよし。これ、返され続けると、毎ターン春打ってるのと変わんないから強くないっていうのがブリンクなんですけど、うまく手札さえ回せれば強いとは思うので、それができればいいですね。これトップ引きですね。で、ここ大事っす。はい、うわ、なんとも言えないな、これ。あー、なんとも言えない。あー、システム、あー、あー、A2 から打った場合、このデッキでゴリ押しするのは難しいですよね。くさびも取れる。 F4 からの方がいいかな。まあ、守護打つしかないですよね。ちょっとこれはしょうがないですね。これしょうがないです。これしょうがない。よいしょ。で、右2枚動いてなくて、これ多分団長来ますね。右2枚から団長、おはようございます。あ、メルカバーですね。 OK、ここ皆さん、元気よく挨拶しましょう。団長おはようございますって言いたいんですけど、相手団長じゃなかった。で、ここ、これはもう普通に進行しよう。相手変音機の駒引いてるわけではありません。メルカバー、金馬とか持ってる可能性はもう少なからずはあるけど、まあ高いわけじゃないので、これはこっちで、あ、ザフキ、OK、ザフキ使わせるんですよ。で、ここからなんですけども、さやかでいいですね。さやか打って、よいしょ。OK、狙い撃は入っていく。よし、おじさんのシールドを、財布をすり抜けていき、で、メルカバーコンボスキルあんま強くなくて、これ、回収とかあるんかな。バイセ持ってると厄介ですね。けど悩んでるので、これバイスはないね。金マンも持ってたら4ターンスキル右上で打ちたいですよね。よしよし。金マン持ってない。素晴らしい。雷撃打って、で、ここ、大事ですね。レニアード。ここはレニアード打っても弱いですよね。多分戻されて、発動しない。なんで、ここ、バイス一択で、相手のくさび取っといて、ちゃっかりね、くさび取っといて、で、手駒に、彼が戻ってきます。ヘスティアが戻ってくる。C1来るよね。ビナ持ってるかな。よしよしよし。ビナ使わせる。ただビナ持ってるとはいえ、雷撃なんで、そこまで問題ないかな。よいしょ。オッケーオッケー。で、ここは B4 にヘスティア行きましょう。ヘスティア神キラー。ただこれ A3 打たれるとまずいです。A3 ゴリ押しで、ヘスティア手駒に戻される動き。それあんまよろしくない。A3 が、あと英語、いや、英語まだいいか。A3 よろしくないですね。これ、ゴリ押しが怖いですね。こっち3000食らうんで、A3 で。ただ、相手、雷撃一発打ったから、オッケーオッケーオッケー。回復は問題ないですよ。で、相手目線だと、もう特殊になってるから、ここ、レニアードは読まれますよね、打つと。レニアード読まれるので、これ、シンプルに軽く出しましょう。ブリンク。ブリンク。ブリ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 。あー、ブリブリ。あー、今日も改善。よし、で、これで、D5、ボルトヒールあるけども、ビナ打った後で特殊シールドもないですよね。雑記持った。ウンディーネあるぐらいか。で、それだと2手飛ばしできないですよね。こっち HP 結構あるんで。A3 打たれたとして、飛ばせるかどうかの勝負になる可能性もあるけど、うん、そんな怖いって言ってませんよね。俺はラウテナ。で、そこに出てくる。1万1000あれば飛ばされないですよね。ビナコンボを狙っていいですね。ビナコンボいきましょう。OK。これでボルトヒール入れられてもビナコン残ってるので、いけるかな。で、ビナ打ってるので、ちょっと飛ばせないっすね。いや、でも大丈夫。相手も飛ばせないでしょ。なんで、ここは、トゥールラ引いたので、レニアードでも確実にレニアード発動する場面ですけど、まあ、トゥールラがいいな。よいしょ。よいしょ。あ、ちょっと待ってください。これ、レニアードだったら勝ち。いや、そんなことないか。トゥールラの方がアタック高いから、レニアードだったら勝ちではなかったですね。大丈夫ですね。別に今のレニアードだったら飛んでるかなと思ったけど、飛んでないですね。大丈夫です。これで OK。よし。で、回復入るけど、トゥールラ先に打ってるので、4打目はこっちの方が高い。で、ユーフィールド。よしよしよし。ああ、怖かった。怖かった。怖かった。おお、ドキ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 ドンキーカウン。よし、オッケー。危ねえ。ちょっとドキドキしましたね。ヘスティア伝説。ありがとう。ドンキーカウン。あのマットめっちゃ好きなんだよな。よし。オッケー。めっちゃ勝ってんだ。うん、掴んだね。これは使い方を掴んだね。さあ、使い方を掴んで、安心して連勝してるのもつかの間ですね。つか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 。つかつかつかーっといきましょう。でも、桔梗こう見ると本当に可愛いですね。やっぱ黒髪女子っていいですよね。しかも巫女さん。で、僕は大阪出身なんですけど、大阪にいた時地元のちょっとバッテリー先輩、そう、地元の青年団に入っていて、年末になるとその青年団のレディースたちが、まあ、祭りの時期はなんかさらし巻いたり、はっぴにさらし巻いてね、ちょっとこうオラオラ系の感じの服装になるんですけど、ただその年末のシーズンだけ巫女さんの格好になるんですよね。あれはたまらないですね。もう普通になんかレディースのオラオラ系もかっこよくていいなって思ってたけど、巫女さんになってこうちょっとこうね、淑女を感じるっていうか、すごいね、本当に目の保養でした。あ、本当ごちそうさまです。あ、行きましょう。これはリッチ打って、まあでも楽しかったな。俺もあれですよ、巫女さんの格好はしなかったけど、ちゃんと鉢巻きでさらし巻いて、で8匹で旅履いてね、なんか太鼓を担いで、太鼓をどんどん叩いてたことがあったんでねどうですか、想像つきますか、僕そんなことしてそうですかね。ブリンクして太鼓叩くの楽しかったよ。どん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 。でも太鼓本当に重たかったな。太鼓持つんですけど、なんか太鼓のなんか台みたいなもうクソでかいやつがあって、あれ持ってね、街中を練り歩くっていうのを1年に1回やってたわけなんですけど、もうね、今でも首のうなじのところにぽっこりちょっとタンコブみたいなのできてて、あれは後遺症ですね。でもこれがいわば勲章なんですよね、自分の。なんか今でもスクワットとかするときバーベルとか首にやるんですけど、ちょっと首のところがなんかうなじのところがボッコンってなってて、もう進撃の巨人でいうとあいつあそこ弱点丸出しじゃねえみたいな感じの首の出方してるんですよ、うなじのなんでちょっとね、僕に会ったときは首は狙わないでください、よろしくお願いします。さあこれ気球を打ちましょう。ああそこに出ちゃうのか、下手くそか。まあでもこれね、気球の強いところはどのタイミングで引いてもスキルのこの吸収っていうのが、召喚したスキルがね発動してくれるっていうのが強いですね。メルティシア、ちょっとやらしい系デッキですよね、相手。B4 から行くかどうか、まあでも B4 から行った方がいいか、さすがに。よし、意外と相手の一面まだあるな。やっぱホーリー打たれてるのもあってちょっとしぶといですね。ただ相手買わず引いてるので、多分キリンとかはないんじゃないですかね。で、回復入れて、よしよし、吸収入れて、毒入れて。このダメージの種類が多い。物理に、毒に、吸収に、雷撃。このデッキ何ですかこれ何のデッキですか、俺。これ何のデッキなんですかね。ちょっと自分でもわかんないですね。これ何のデッキなんですかね。リポーズ。これ、ちょっと D6 行きたいですね。削りたいな。春丸のコンボもまだこっちの HP 結構余裕あるので受けれる。D6 ロック。D6 ロックですね。よし。D6 ロック。3500。そして雷撃。で、毒もおまけについてくる。素晴らしい。さあ、これ軽く出して。ただ次、どうだろう。3500出るので、あ、OK。これ飛んだ、あ、待って。俺使えるかな、エンデがそもそも。使えるか。630の、6880ですね。OK。エンデガで飛びますね。さよなら。いいですね。コンボスキル強い。これ6880なんで101足ります。いってらっしゃい。あれ計算外した。あ、桁一つ間違えてました。ごめんなさい。線ずれを起こしました。すいません。これよくあるんですよね。僕、動画とか撮ってなくても、なんか、その数字1000だけずれることがあるんですよ。すいません、1000ずれこきました。ごめんなさい、ありがとうございました。すいませんでした。本当ごめんなさい。たまに1000ずれ起こすんで、自分、すいませんでした。3930足す3500をなぜか6430になってましたね、頭の中で。ちょっと頭バグってましたね。すいませんでした。ちょっともう一回行かせてもらっていいですか。でも今めっちゃ勝ってるね。素晴らしい。なんか自分には合ってないって冒頭に話しながらちゃんと勝ってますね。あ、配信者として素晴らしいですね。これちょっと自分のこと褒めましょう。よくやりました。よくやってるよ、俺はよくやってる。でもなんかいいな、やっぱ声のトーンを落ち着かせるってちょっと嫌なんですけど、正直言うとなんか性格変わるんで、なんか話してる時の性格ちょっと変わるんで嫌なんですけど、たまにはいいな、たまにはいいだろう。これやたがだ。よし。これどうすっぺ？初手レニアで打っちゃう。ブリンク後にします。この手駒。後です。お前は後。で。おー、スイカ。くさびの出る位置は自分にとってはありがたいかな。取るところに出てる。よいしょ。で、ここで赤髪の少女をチャレンジして、少女でもないですか、このね、やっぱヘスティアは足鍛えてる、どう見ても。ふくらはぎ、すごいですよね。完全にスクワットしてる人間ですよね。スクワットで鍛えたふくらはぎ、っていうかその足の筋肉のつき方してる気がする。で、相手スイカ出して、真ん中にも動いてないかな。何打つのめっちゃ考えるやん。お、取ってきた。おかえりなさい。あ、おかえり。こうどうしようかな。ウンディーヌ打たれてて。左下 X さすがに弱いっすよね。C に打たれた後打つとかないよね。意識変動きしてヘスティア盤面出しから。だからこの進行ちょっとややこしいですね。ちょっと手駒が回らん。カバーか。カバーでカバーされちゃった。引き見てから。これしゃあない、ヘスティア打ちましょう。これしゃあないです、打ちます。もうヘスティアはスキルで合計で4800出れば上等です。2手目に打った時にの1600と今から打つ 1600×2 で4800ですね。 OK、 相手マルフィーザちょっと珍しいじゃないの。まあでもそれコスパいいですもんね。強いですよね。最強か、そのトゥールラは。行ってこい。エナジーリプレイス。いいですね。さあ、OK。こうなると、こっちが優勢ですけど、ちょっと相手のデッキわかんないですね。ちょっと代償とか入ってるんですね。ちゃんとね、マルフィーザとか。ちょっとわかんないですね。ひろゆき。まあ、これは取っていいですね。エンデガが早まる。ここビナもアリスですね。相手ひろゆき切った後なので陣雷がない可能性がある。よし、OK、軽く出して、トゥールラあいつあとキキョウヒか。うわ、ウィブ持ってやがら。ウィブ持ってやがらですか。これちょっと良くないな。B4 イオフィアンパイかな。ルキアはあんま強くないですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとウィブダメっすね。ウィブはちょっとダメっすね。F3、いや F5 打たれるからダメだな、F3 は。で、これ A4 来るんですけど、俺のこいつがつながる、ヘスティアがつながるんだけど、やっぱアイスは強いっすよ。ちょっとまずいか。なんかうんでーね、ちょっと待てよ。3万円でがは2800足して飛ばせないですね。あって飛ばせない。うんでーねですよ。でもこれ相手のビナ怖いのかな。これビナ打たれた後はやばい説が。考えてなかったビナ。ルキアの方が良かったんかな。そうだよね、うんでーね切ったから。いや、これどっちみちですか。ルキア打ったらそいつ出てるよな。ギリ激浪、危ねえ。ウンディね、頑張りましたね。よくやってくれましたよ。よくやった。 OK、 よし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 。これ熱いですね。9160出ます。よしよしよし。危ねえ、よく頑張った。いや、これは本当によく頑張った。ルキア打たなくてよかったですね。危なかった。ルキア打ったらあいつ出てましたね、絶対。メルカバも切ってたし、ウンディも切ってたんで、危なかったですね。よし。怖かった。怖かった。本当に怖かった。でも、ここはマジで選択ですね。ビナーの負け筋を取るか、ルキアの負け筋を取るかですよね。そう、ルキア打ってビナーをケアするか、ウンディ打ってビナーの負け筋拾うかですよね、今の。ビナかアラジンの負け筋。めっちゃ難しいですね。けど、最近の、点結って、金馬もとかが入ってる感じはするんですよね、ビナじゃなくて。なんで、今の選択でよかった説はあれですね。で、相手ヘスティアですね。誰だおめえ。私が本物のヘスティアだ。勝負しようじゃねえか。はい。お互い名刺交換。相手3万500ですよね。これ、相手紙デッキですよね。OK です。ただこっちガトリン隊長、これ吉強打ってる時に打っていいっすよね。実際これ出るところ来たち高い。 OK ナイス、一番いいところだ。消されない位置に出るのが一番いい。でヘスティアが手駒に戻る。おおおいおいおい、花びら大回転ですねこれ。ヘスティアの後にリブサニア、出てきますねたくさん。でこれはヘスティア打ちましょう。レニアドもありなんですが、ヘスティア取るイコール俺角からもっぱついろいろいけるんで、ここのヘスティア相手うちに取りにくい。まあウンディとかもあるし防衛はできるね。雷撃以外は特殊ダメージが主なダメージソースのはず。よしヘスティア、そこのヘスティアは問題ないですね。でここコンボもできますが、どうしようかな。ヘスティアが手駒に戻る。いやでも B4 の方が多分強いっすよね。エニアド打つか。よいしょ。シンプルに死に玉虫が強え。で手駒にヘスティア戻して、さやかで蓋してでいいんじゃないでしょうか。ヘスティア取る、あ取らない。けどこれさやか刺されますね。ヘスティア取り行きたいっすよね、これ。ヘスティア手駒に戻したいですよね、相手の。で、E4 ヘスティア来た場合、2手耐えれますよね。こっちでいいですね。これヘスティア戻しましょう。おめえ、もうトップ引けねえよ。よし。で、俺もトゥールルあるんでね。で、E4 ヘスティア。C5 つなぎはさすがにしないよね。俺、サイカ打ってるからね。あ、俺の罠取ったから。いや、でも、そうだね。レニアド読みで C5 とかはワンチャンあるのかな。でも、そこまでしないがさすがに。怖いでしょ。いや、でも、やりかねない。よし。で、この場合は問題ない。おはようございます。そいつの子もまだ耐えれます。おはようございます。一応、トゥールラ取っといた方がいいのかな。トゥールラ取っといた方が、相手のヴィーナスとかを警戒できるか。まあいずれにせよこっちでいいですね。毒。強い。A にビラー。おい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 。おい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 。おい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 。いや、ガトライズコンボ耐えればいけるよね。いや、でも回復入るからいけそう。ガトライズコンボ耐えましょう。いや、おい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 、ミナリス本当に強いね、君。やべ、10%。これビナまでないよね。あ、トゥルラ打ってるか、相手。S5 もないな。ウンディーネだったら大丈夫ですよね。雷撃ですもんね、ヘスティア。ここも何 ?1800。耐えれるよね。うん、耐えれる。バイッセ耐えれる。エンデが耐えれる。バフォメットない。うん、大丈夫ですよね。オッケー、ウンディーネ。けど、よし。自分の手駒には、雷撃があるので、いけるんじゃないでしょうか。1、2、3、4、5。B と連動する心拍音。入って1200、2800いけるんじゃないか。行くしかねえな。ブリンクふっ、行ってくれ行ってくれ。よっしゃー、よし怖い怖えマジで。オッケーオッケー、俺が真のブリンク使いだ。俺が真のブリンク使いだ。しゃあめちゃくちゃ勝つやんか。これが最強です。よし、あと1戦だけいきましょう。調子いいですね。あ、やべ、いっちまった。これフラグ立てましたね。俺、あと1戦だけいこうと言ったら負けるんですよ、いつも。やっべ、フラグ立てちゃった。フラグした。いや、勝ちます。で、ちなみに残り、充電 10%、9% です。死ぬ。俺の充電死ぬ。なんか、キャプチャーしてるとき充電できなくなっちゃったんだよな。なぜか知らんけど。で、オセロによって結構バッテリー消費早いんで。まあ僕のスマホがダメですね。バッテリーもういかれてますね。何これもレニアド打ちましょう。ラニ対面のレニアド後半に取ってていいことないんだ。ラニ対面じゃなくても水が甘い。おっと、夏ブラから切りますか。金柄ですからね。ブリック。ブリックして。さやか刺さりそう。おお、金柄おはよう。痛い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 。これ、気球引いたらもう即気球落ちですね。よっしゃ。リッチもあるけど、さやかでいいっすよ。よいしょ。ラニタイム意外とさやか刺さるんだよな、最近のラニは。割と特殊が出しがちなとこある。で、バイセン持ってんのいいっすね。X 来る。ターちゃん。で、これ何がまずいって、これ手駒にあいつ戻されんの。ほんまめんどくさい。けど、いきます。取ります。手ごに戻されるのめんどくせえ。戻してくんじゃねえよ。A さん来るよね。絶対来る。A さん、うわ、何 ?A さん打たないだとしかし、バハムート切った。エンデが持ってるんですかね。いや、そういうことなんかね。でも、こっちさやかあるけど。でも、これトゥルーラだったんで、トゥルーラ打ちますよ。こっちさやかあるけど。トゥーラ持ってた、トゥーラってさ。うおー、やらしい。でもそいつの特殊問題ない。コンボ。90%。問題ないね。これ F3 っちゃう。で、こっちさやか効いてるから。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、回復もすでに、よしよし。大丈夫ですよね。これ、何なんだろう。あ、ローラン。あ、オッケーオッケーオッケー。大丈夫。カットビングが強いか。これもう許容できないですかね。ちょっと。いや、これ難しいですね、これ。どんぐらいカット入るんだろう。いや、でもいいや、打っちゃうか。言うて結構入るでしょ。ちょっとカット入ったところで、ね、大丈夫でしょ。うん、そうですよね。こんだけ入るもんね。これ打っちゃっていいですね。ミュナリス。いや、もう大丈夫。ミュナリスだったら物理で勝てるか。大丈夫ですね。大丈夫。おお、よかったよかった。ブリーク。よし。お前が決めろ。お前が決めるんだ。決めろ、ヘスティア。ちょっと決めさせてくれません？通信が長い。おーい、逃げるな、卑怯者。逃げるな。煉獄さんは負けてない。やばい。これ、鬼滅コラボ来るから、あえて言わせてもらおう。逃げるな、卑怯者。逃げるな。では、逃げたかどうか知らんけど。やったー、勝った。危ねえ。ああ、俺はお前から逃げてるんじゃない。太陽から逃げているんだ。よし。よし。じゃあ、時間もいいんでここで終わりますか。ということで、結果7連勝ですね。動画撮る前はあんま勝ててなかったんですけど、動画撮り始めてから気境がなんか出れ始めましたね。ということで、気境よかったら使ってみてください。気境持ってない人はなんか適当な紙絵とかも入れといてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。この動画面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。